女優の中村アン30が13日、東京赤坂の TBS で行われた同局系ドラマ、君が心に住み着いた16日スタート。火曜 50.00 の制作発表会見に登場し、共演の桐谷健太37に個人的に桐谷さんがタイプだったとサプライズ告白した。まさかの告白に桐谷は嘘はやめてくださいと動揺しまくり、それを受けて中村は桐谷が結婚する前から好きだったんで共演はちょっと嬉しい気持ちですと続けると、桐谷もありがとうございますと頭を下げるしかなかった。もっとも桐谷はドラマでも出版社の編集者を演じ、主演の吉岡里帆24、向井理35と三角関係となるだけに、ここまでモテる役はない。モテる役は初めて。